はい、三沢貴則のなるほど株大学、本日も始めていきます。いつもご視聴ありがとうございます。本日ですね、第2弾です。まあ5万株銘柄っていうのをですね、まあやってみようかなと思います。でですね、まあ5万株銘柄、まあどっから引用してるかっていうと、こちらです。ダイヤモンド財産の出している雑誌ですね、こちらで、こちらに書いてあったものから、引用してますよっていうところです。でですね、まあ、先日もですね、まあ、第一章みたいな感じでやってみたんですけれども、まあ、今回ですね、また5万株銘柄。要するに500円前後の銘柄なので、まあ、現物100株でも、まあ、買っていけるよっていうところであります。なので、どっちかって言ったら、まあ、初心者の方、まあ、もちろんね、資金持ってる人でも大量に買ってしまえばね、絶対なんか、あんま変わらないんですけれども、いや、軍資金少なくてどうしようみたいな感じの方でしたら、まあ、まず、なんだろう、まあ、正直、現物100株で、そんな、なんか100円落ちるとか100円切りに上がるとかないので、まあそういうのちょっとね、なんか投資ってこんな感じなんだろうなみたいなところに最適な金額帯ですね。あくまで最適な銘柄じゃないですよ。最適な金額帯だと思っていただければいいです。ということですね、本日もまあこう4つですね。まず5912の、OSJB ホールディングスですかね。あと8411みずほファイナンシャルグループ、4960ケミプロ化成で、2749JP ホールディングスっていうような銘柄でお届けしようかなというふうに思います。いろいろ勉強になると思いますので、ぜひこちらの方をご覧いただければと思います。それではこちらご覧ください。はい、ではですね、やっていこうと思います。今回ですね、少額で買える、要は5万円ぐらいで買える株の第2弾というところですね。じゃあ実際にやっていきます。5912、最初にですね、5912の、OSJB ホールディングスっていうのをやっていきます。今撮影してるのがですね、2020年2月23日ですね、ちょっと日曜日の時間帯に撮影しています。まあそこまでのね、ところでね、見ていければいいかなというふうに思ってます。まずこの銘柄、なるほどですね。まあ、相場解説するときもそうなんですけど、いつもこうまずはラインを引いてから考えようというところですね。で、まあ、ちょっと突き抜けたと思ったら下落してるよと、まあ、こんな感じで、まあ、要は直近だともしかしたらここで支えられちゃうかもしれないってところですね。一応だから5日線下、あと20日線下なので下落になりそうだけれども、前回安値ら辺で陽線と出てると。なので、もしかしたらこの辺で支えられちゃうかもねっていうようなところですね。簡単に言うとこの辺で支えられるかもしれない。まあそんなような、チャートになってるよって感じです。まあなのでちょっと、まあ、方向性見るのがあと2、3日ぐらいね、すればわかるかなっていうところですね。で、週足でいくとちょうど今あれですね、5周線右下、20周線右上で陰線出ているよみたいな感じだったりするので、まあこれ、要は、あれか、ちょっとなんかこっちは下落しそうな感じですね。なんかこっち側は下落しそうな感じ。ってことは、まあ、合わせていくと、日足ベースで、なんだろう。前は、あれですね、20日線。この20日線じゃないや、前回底値をこうやって割り切って陰線でどんどん割っていったら、まあ、ちょっと下落しやすいかなっていうようなチャートですね。なので、まあ、2、3日以内に分かるかなっていう感じですね、方向性が。割れば OK みたいな。割れば下落。で、まあ、長期で見ると、ちょうど5ヶ月線が右下、5ヶ月線右上、20ヶ月線右下みたいな感じですね。まあ、これはちょっと何とも言えないな。まあな、とりあえずちょっと下落しそうな匂いがすると。まあ、なんで、まあ、直近のね、この、まあ、来週ら辺で、この、なんですかね、まあ、大体の底値を割ってったら下落しようとするかなと。まあ、そんな風に見ていただければいいんじゃないかな。というようなところだったりします。はい、次。8411。みずほフィナンシャルグループ。ね。みずほは、まあ、とりあえず下落なのかなってところですね。まあ、5日線、20日線、まあ、下落してるよと。で、これ、あれか、前回安値のところですね。ちょうど前回安値のところで、今、なんとなく陽線出てるよと。まあ、なので、これも下落しそうではあるけれど、1回目のタッチ、1回タッチして、タッチして、なので、一旦これで20日線に近づいてくるかもしれないけれど、まだはね、下落するかもしれない。まあちょっと方向性まだ、これも分かりづらいですね。これ次、まあ微妙な陽線がね、金曜日に出てるんで、また陽線みたいな感じになると、一旦上昇するかなって感じですし、もし下落するんだったら、このままパッと下落すると。なので、なんだろう、下落して上がって下落する。こういうのはチャートでよくある話ですね。またはこうやって下落していく。まあ、どちらにしろなんか下落で目線で見といた方がなんとなく良さそうな感じです。週足でもそうですね。週足だったら5周線、20周線右下なので、まあこれちょっと下落しやすそうだねっていうところですね。簡単に言うとこれは下落。月足を見ると、月足だとどうなんでしょう。月足もそうですね。まあ5ヶ月線、20ヶ月右下なので、とりあえず下落と。まあなので、
当分はなんか下落しそうなチャートではあるよねっていうようなところですね。これがみずほですと。はい、じゃあ次。次はですね、4960。ケミプロ火星。ね、これも5万円ぐらいで買える銘柄っていうようなところになるんですけれども、まあ時期的にやっぱ今下落が多かったりするんですけど、とりあえず5日線、20日線が右下向いてるよと。5日線、20日線が右下。で、底根をなんとなくこうやって重ねて、まあこんな感じですね。まあのレンジ圏にいるかもねみたいなところで下落しているよっていうところでしょうか。なので要はなんだろう、235円ぐらいまで一旦近づいてくるのかな。まあこのまま下落していって、でまあこの240円ちょっと割ったところがどうなるかっていうのを見ればいいかなと。まあなんか直近だったらパパッと下落しそうですね。なんとなく下落しそうな、とりあえず、20日線を上に行くまでは下落しそう。で、週足で見ると、ちょうど今、5周線右下、20周線に今、陰線が被ってるような状況。まあ、なので、このままやっぱ下落してったら下落だろうな。ただ、これね、ちょっとなんか、完全に20周線に被っている、胴体が被っている陰線なので、まあまあどうなんだろうってところですね。まあ、これもちょっと下がりやすそうな相場ではあります。月足を見ると、月足見ると、とりあえず5ヶ月線右上、20ヶ月線右下、横向き、ちょうど横向き向きそうだよ、みたいな感じ。で、まあ、一旦下落しても、この20ヶ月線ぐらいまで下がってくるかもね、みたいな感じですね。なので、まあ、約210円ぐらいなんですかね。下がってくるとしても210円ぐらいまでは下がってくると。なので、この辺までは下がっちゃうかもね、みたいなところですね。この辺までは。まあ、そんな風に見ておくといいかなっていうようなところです。なので、まあ、直近のこの、なんだろう、安値をまず割り切ったら、まあ、この辺まで来るかなって予想しておければ、まあ、いいんじゃないかなっていうところです。はい、次。最後ですね、2749の、JP ホールディングス。まあ、今の時期が下落なんでね、まあ、これも下落しそうな、チャートですね。チャート形状的には今下落しそうですよってところです。で、下落しそうです。5日、20日右下向いてるよ。で、直近の安値をこうやって割り切ってるんで、まあ、これは下落ですね。下落で見とくのがこれはいいかなと。ただなんか、すぐ上にも下にもヒゲ引いてるんで、ちょっと方向性もしかしたらね、わからないけど、こうパッと見下落。パッと見下落。週足で見ても、しかしちょうど今、あれか、20周線に支えられようとしているところですね。5周線は右下、20周線はいい。なんで、来週でもう要は、陰線ババンって出るようだったら、これは下落ですね。陰線ババンと出るようだったら下落。月足を見ると、月足はちょうど2ヶ月、あ、20ヶ月線右下、5ヶ月線右上。まあそうですね。まあ底値がこの辺でね、なんか250円ぐらいが底値ですよって。で、まあ400円と250円の間で行ったり来たりしてるので、まあ、もしかしたらね、なんだろう、まあ散々週足に、日足は下落傾向が強かったけれども、もし5ヶ月線にこれ支えられるようだったら上昇するかもっていうようなところ。だから直近では下がるかもしれないけれども、下がって上がるっていうことはあるかもしれないですよねってところですね。まあ、とりあえず、短期、すごい短期で見るんだったら、これはかなり下落で見ておいた方がいいんじゃないかなっていうところです。はい。まあ、こんな感じでですね、まあ、移動平均線で見ていくことが可能になるかなと。まあ、まず見てるのは、移動平均線の向きですね。向きが結構ね、長期的にも短期的にも見ていくのに結構いいツールになったりするので、そういうところで方向性を見ていくと、すごい良かったりするんではないかなというふうに思います。ということでですね、まあ、本日の動画はこれにて以上になります。良かったなと思ったらですね、ぜひチャンネル登録なり、高評価ボタンね、押していただければ嬉しいです。またですね、チャンネル登録していただいて、LINE アットの方も登録していただくとですね、毎回ですね、いろんな情報を発信します。例えば YouTube 更新しましたよとかもそうですけれども、そういうのやっておりますので、ぜひね、登録してない方はね、ぜひ登録していただければと思います。それではですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE アット、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。それでは、またお会いしましょう。